お疲れというわけで2023明治安田 J2 リーグ第9今日9節か9節です。何そんな多分9ポーレ国対清水エスパルスの一戦、0対1で清水エスパルス勝ちました。イエーイ、やばい、もう疲れちゃった今日。もうなんか暑さに今日やられたわ、ほんと暑さにマジでやられた。あ、疲れたマジで。いやー、今日はもうジェラゲーですね。あー、もうもう MOM から言いましょう。もうジェ、あ、違う、マオモ様って、違う、 GOM、 あ、 GOM、 GOM から言いましょう。ジェラです、そりゃそう、それはそうよ。あんなに守備全部無双して、で最後点取る、で最後挨拶の時にも、挨拶は試合のあれじゃないけど、挨拶もサポーターをいい感じに煽れる。いや、いいね、ああいう選手欲しいわ。もう仮パクしよう、あ、ジェラ仮パクしよう。でけえ、本当にこの勝利、そして暫定首位ですよ。イエーイ。岡山どうなったんかな、負けた、あ、負けた、あ、いや、じゃあ試合中、試合中だ、試合中、前半かな今。いやー、マジででけえ、本当に。ただ前半選手交代です、後半が来るまで全くなんか特定の回が一切せん、そこはめちゃくちゃ懸念点なんですけども。後半27分で、はいはいはい、1で愛媛勝ってる、おお、で暫定首位ですね。本当にもうジェラのおかげで勝ち点3取れたようなもんですよ、本当にもう間違いない。いや、でけえ、もう仮パクしよう、もう何回、今日めちゃくちゃ仮パクしようって言ってると思うんですけど、でけえ。まあ いや、ちょっと前半さっき話したあれだったんで、ちょっと戻っちゃうんですけども、ビルドアップもうちょっとなんとかしましょうや。ビルドアップなんかも特に右のなんか、今日ルーカス・ブラガンのところですごい止まってたぞ、大丈夫かあれは。すごい次の懸念点なんですけども、ブラガンもなんか波があんのかな。前半の徳島の前半の途中まではめちゃくちゃ無双したんで、それを、ね、90分間ずっとやってくれたらいいんですけど、まあ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 、こっからですかね、こっからですかね。いやー、まあちょっと、ブラガもうちょっと頑張ってくれ、もうちょっと頑張ってくれな、まあ、その分ジェラがもう本当に今日すごかったわ、本当に。そして乾選手も復帰して、高野選手も復帰して、この2枚が、まあ、途中でポンポンと入ってきてから攻撃めっちゃ活性化して、会場の雰囲気もおせおせムードになってよかったなと思いましたわ。いやー、本当よかった。てか、なんで中村亮太郎選手を今日トップ下に置いたんだろうな。とある中村亮太郎選手知ってる、ファーサポーターの、また清水じゃないサポーターの方から聞いたんですけど、やっぱ彼は適正ポジションボランチで、まあ、ボランチ以外だとちょっといい時と悪い時のギャップ激しいって聞いたんですけども、まあ、こっからポリバリントの選手にもっとなってくれたらいいなと思うばかりです。まあ、でも中村選手もボランチでやってくれたらめちゃくちゃすごいからね。あのボールさばきはなんかと、前の中村啓太選手を思い出すような感じもするんで、ちょっと頑張ってほしいなって思いました。ねえ、さあ試合が終わって今、20、30分ぐらいかな、だったので、我々もそろそろ撤収しようかなと思います。次来週いわきですからね、来週いわきもしっかり勝って、暫定首位、まあ暫定、まあしっかり首位でなってほしいですけども、好調キープしていかないと。そう、前半のところ、リーグ前半のところでね、いい意味で貯金を貯めていかないと良くないから、そこを勝って頑張っていきましょう。というわけで、現地からは以上となります。今日は桜がめちゃくちゃ満開でしたね。めちゃくちゃどうでもいいけど、どうでもよくないか、まあ試合は関係ないか、でも気持ちよく変わりますわ、この勝負強さね。なんか前回は、前節はアディショナルタイムで失点だったので、やばいやばいと思ったんですけども、終了間際にこうやって決めてくれてよかったなって思いました。ではまた現地で、行ける人は行きましょう。ということで、
現場からは以上です。ありがとうございました。あいちゃん、よっしゃ、気持ちよく帰れる。ありがとうございました。